追い越し車線で失礼します。入江優の追い越し車線で失礼します。本日のゲストは起業家投資家クリエイターの家入一馬さんです。よろしくお願いします。お願いします。家入さんはまあ一回お会いしたことがあって、はい、その時僕はなんだこの人っていう面白いなっていうことでですね、はい、ぜひお話ししたいということで来ていただいたんですけど、はい、まあ、なんですかね、なんか変な企画の会議みたいなのだったんですね。あ、そうでよく分かんないままみんな集められたみたいな。そう、集められてで、まあ、他にライターの方とかもいらっしゃったんですけど、なんか家入さんがずっとこう誰なんだろうと思ってて、はい、で調べたらなんかインターネット関係のお仕事をされてて、はい、ちょうど横隣同士の席でしたっけ。そうですね、はい、で僕はもちろん見てたので埼玉のラッパーを、はい、なので、あ、入江さんだと思って。そうでね、なんかこう面白いんですよね。すごい自由で、その時の会議の発言というか聞いてて、うわ、なんでこんなに自由な人がいるんだと。しかもその時僕すぐウィキで調べたら1個上なんですよ僕の。あ、年齢が、はい、お家入さん1978年生まれ。そうですね、はい、はい、で同世代ということで、はい、まあ僕は映画っていうフィールドでやってますけど、家入さんは一応何なんですかね、何なんですかね、肩書きは。うんだ、経営もやるし、自分でも物も作ってるんですよ。まだ相変わらずデザインやったりプログラミングしたり。あ、まだプログラムも自分でやられてるんですか。そうなんですよ。今ねクソゲー作ってるんですよ。クソゲーiPhone アプリあるじゃないですか、はい、あれでクソゲーをいっぱい作ろうと思ってそうなんですよ。それ自分でこうプログラムして。そうですね、アプリとして登録して。でもとりあえず会社作っちゃうんですよ、なんか僕癖で。だから株式会社クソゲーっていう名前でもう作っちゃおうかなみたいなそれまだできてる、もうできてるんですか。もうすぐできますね。あ、もうできるんですね、はい、そんな感じでやるんで、どんどん肩書きが増えて、はい、意味不明になっていくんですよ。あ、自分でも意味不明なんです。なんかそこら辺の僕その会社とかがすごい苦手で、はい、そこら辺のちょっとお話も聞きたいなと思ってですね。なるほど、はい、で早速なんですけど、はい、まあ、最近の仕事ということでリバティ、はい、リバティってこれ何ですかね。これはですね、まあ、そうやって会社を作っときながら何なんですけど、はい、これは会社じゃない組織で、まあ、リバティの最近作ったんですね、はい、で、まあ、60、70名ぐらいの、まあ、本当肩書きさまざまな子たちが集まっていて、はい、まあ、大学生もいればニートもいるし、はい、経営者もいるし、まあ、フリーランスでデザインやってるような子とかもいるし、はい、まあ、バラバラなんですけど、年齢も肩書きもバラバラで、で、まあ、そういった子たちが集まって、もうなんかとにかくものづくりとかビジネスを作っていくみたいな、はいはい、まあ、そういうのぶし集団みたいなのを作ったんですよ、うん、はい、お仕事されてる人もいるし、はい、ここで常駐して、仕事してる人もいるし。そうですね、彼は最近ウェブサービスを立ち上げましたし、ベースはですね、はい、まあこれは、11月に出したんですけど、誰でも簡単に EC サイトができるっていうサービスで、うん、まあ3項目埋めるだけでよくて、ショップの URL を決めてもらって、でメールアドレス入れてもらって、パスワードを決めてもらうと、もう30秒で自分のショップが持てますよと。で登録した後に出品した商品も登録してもらえれば、もうそれこそ本当にすぐクレジットカード決済とかが導入できていて、で、まあ、HTML とかが当たれないような、別に今までそのネットとか詳しくない人でもデザインとか変えれるように、一応800種類以上のテンプレートパターンの中から、まあ自分好みのショップデザインにしてもらって、で、まあ、世の中に自分のショップを公開してもらおうっていうサービスですね。これは会社なんですか。これは会社ではなくて、もう本当にただ集まっただけのチームなんですけど、まあ、なんでこれ作ろうかなと思ったかっていうと、結局、まあ、会社やっときながらなんですけど、はい、会社の仕組みがよく分かんないですよ今でも自分で。あ、そうなんですか。うん、なんかなんていうんですかね、給与払って働いてもらうじゃないですか、はい、で社員の人は働いた分給与もらうじゃないですか、うん、
だからそこがねそもそも間違ってんじゃないかなと思って、なんか会社からお給料をもらって働いてたらいきなり明日から会社ありませんってこと全然ありえるなと思って、だったら会社に依存せずに自分で仕事を作っていけるような場所が必要なんじゃないかなと思ったんですよね、はいはい、で、まあ、そう思い始めてこういうプロジェクトを始めるよみたいな感じで、まあ、立ち上げたらそうやってなんか行き場をなくしたような子たちがわらわら集まってきて、で、まあ、プロジェクト単位で本当に、まあ、一つのビジネスとかウェブサービスとかに対して 5,6 人でもうわーっと作って、でそこからこう収益が生まれたらそれは分配しましょうと。あ、なるほどなるほど。懐の温かい人大好きですマジで。皆さん僕にひとまずおごってください。ウーハイディンで。でもその代わり別に僕はその子たちに給与を払ったりとか、うん、外注費を払ったりとかそういうそのお金の関係ではなく、本当一緒に物を作る立場で一緒に関わって、まあ儲かったらお互いみんなで一緒に分配して儲かります、うん、じゃプロジェクトごと の, その、まあ、ユニットというかあれなんですか。そうですね。はははそれ審査はあるんですか入るのに。いやいやもう全然、僕よく例えで使うんですけどツイッターって今あるじゃないですか、はい、あれって興味持てばフォローするし、はい、まあ、でもやっぱちょっと面白くないなと思ったらフォロー外してするじゃないですか、はい、あんぐらいの関係性でもっと組織にジョインしたり、あの外れたりっていうのをなんかしてもいいんじゃないかなと思って。あ、なるほど。だから、まあ、メンバー自体は 7,80 人いますけど実際稼働してるっていうか、あのメインで動いてるのはまあ10名20名ぐらいで、まあ、でもそれでもいいかなと思ってて、残りの子たちは、まあ、どっかでまた引っかかる場所があるかもしれないしないかもしれないし、まあ、それはまあその子たち任せますよと。あ、なるほど。僕あれなんですよ、そのずっとフリーで活動してるので、はい、まあ、そのプロジェクトごとに呼ばれていって一個の映画を作ったりドラマを作ったり、はい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 、まあ、今回だとその、まあ、ラジオっていうのがあるんで期間限定で、はい、呼ばれてきてるんですけど、はい、かなり近いですね。そういうの。あ、そうですね、うん、だから僕はなんかそのなんか目新しいことやってるつもりは特にないんですけど、はい、まあ、会社経営っていうところからずっとこう来てるので、うん、なんか基本雇うみたいな発想になっちゃうんですよ。でもね、なんかそれが結局なんか依存者を増やしてるだけのように気がしていて、うん、結局雇用されるってことはあの生活費をその会社にこう依存しちゃうじゃないですか。そうですね。だそうなると、うん、結局会社が理不尽なこと言っても、うん、逃げられないんですよ、はい、もう従わざるを得ないじゃないですか、はい、それって奴隷じゃないですか、うん、それを僕はただ量産してるだけなんじゃないかなと思って、だ未だに会社はやってるし会社作りますけど、はい、だからそれとは違う場所って必要だなと思って、だから最近もう活動的にはリバティがほとんど大半を占めてるんですけど。あ、そうなんですね、はい、今の話でちょっと思い出したのが、そのイーリさんの書かれた本でこんな僕でも社長になれたっていう著書があって、はい、ありがとうございます。これを、まあ、イーリさんの、まあまあ、小、まあ、ちっちゃい時からの、はい、ちょっと最近まで の, そのイーリさんの自伝的な内容じゃないですか、はい、これ読むとあれですよね、組織から逃げる人生ですよね。いや、もうずっと逃げてるんですよね。逃げてますよね、はい、それなんかちょっと今つながりましたね。なんかあ、なんかこうちょっとその奴隷になりそうな瞬間があるとなんか直感的に逃げてる感じが。そうなんですよね。なんていうんですかね、どっちかというと逃げて逃げて逃げ続けて一人の世界にこもる方に行きそうなんですけど、はいはい、起業家というかそのむしろ社長という方 の, その場を作る側に立ってるっていうのが面白いなと思って、はい、そうです。結局居場所がないんで自分で作るしかなかったっていう感じなんですよね。でそれをずっと繰り返してるというか、だから居場所作るんだけどやっぱりやがて居心地悪くなるんですよ、自分で作った組織でも。そしたらまた逃げちゃうんですよ。から同時進行でいろんなプロジェクトをやってるじゃないですか。そうですね、はい、今ちなみにそのリバティ以外にやられてるプロジェクト思いつくままに。リバティ以外だとまあいろいろあるんですけど、もう本当にめっちゃなんかいろいろ言っちゃっていいですか。あ、ずらずらっと、まあ、最近立ち上げたやつで言うと、あの石を売って暮らせないかと僕は思ったんですよまあこれ柘植義晴的な発想なんですけど、はい、石サイト、そう石の EC サイトをやりたくて、はい、まあ、ダジャレなんですけど、はい、最終的に石を売って生きていけたら僕最強だなと思ってそうですね、はい、うん、で例えば そこら辺に落ちてる石を拾って、はい、で例えば入江監督の石とか、うん、入江さんがこう、あ、これいいじゃんと思って見つけた石、はい、で入江さんがなぜこの石をいいと思ったかっていうのをこう語ってもらって、はい、このなんかえぐれがやばいとか角度がやばいと か,、はい、なんかそういうこと書いてもらった場合に、うん、ファンは買うんじゃないかと
石サイトで石サイトで入江さんが選んだ石を1個3000円で買うんじゃないかと、はい、完全にあれですよね、もう次吉原の世界ですよね。まあそうですね、無能の人ですよね、はい、だそれをとりあえずやってみようと、はい、僕なんか人生は実験だってよく言うんですけど、はい、もう実験なんでなんか何でもやった方が楽しいなと思って、はい、でその結果なんか炎上することもあれば大失敗することもあるし、はい、まあ当たることもあるんですけど、まあ全部そういうのってこう実験って考えたらなんかもう楽しいじゃないですか。なんか失敗すらとりあえずやってみるとか始めようよっていう。確かに、でもこうカフェもやって、はいはい、カフェもいっぱいやってます。いっぱいというか、はい、いくつかやってますね。でしかもあのなんかその時にこの人面白いなと思ったのが、はい、僕ら喫煙者じゃないですか、はいはいはい、でカフェ自分が作るから、その喫煙者の人の、はい、要するに禁煙の席ってあんま意味がないっていうお話をされてて、ああそうそう、僕がやるお店である以上、うん、僕があんま行けない店作る意味ないなと思っていて、うん、で僕タバコ吸うので、はい、僕が作ってるのに僕が行きづらい店なんか別に僕がやる意味ないし、うん、そんなの他の人がやればいいと思うんですよ、はい、だから僕は僕が行ける場所を作りたいから、そうやって全部もうオールなんですか、喫煙の席みたいな。その発想がやっぱ面白いなと思って、なんかこうまあ普通はね、こうお客さんいっぱい来てほしいとかそういうの優先しそうなんですけど、はいはい、自分が快適で自分が楽しい空間を場所を作るっていうのを、結局ね、なんかまあその飲食に限らずだと思うんですけど、うん、なんかお客様は神様ですみたいな空気が蔓延しすぎてると思うんですよ僕。もっとなんか経営者とか、うん、そのサービス提供者がもっとわがままになっていいと思ってて、うん、だからお前らタバコ嫌ならうち来んなみたいな本当そんな感じですよ僕は。あとなんか結構こうアイデア浮かんだからどんどん出すっていう話もされてて、はいはいはい、なんか自分で抱え込まないというか、ああもうなんかね、あのツイッターとかフェイスブックとかあるじゃないですか、うん、ああいったとこにもう思いついたアイデア全部僕出すんですよ、うん、でそしたらなんかまあパクられたりしないんですかとか、はい、パクられるの怖くないですかとか、うん、まあ、よく言われるんですけど、はい、まあ、パクられるならパクられるぐらいのアイデアでしかないというか、まあその後はどんどんパクればいいし、はい、まあなんかなんていうんですかね、そんな別にいいアイデアじゃないよっていうものほどなんか人ってこう大事にして、はい、なんか俺とっておきのアイデアあるんだよみたいな、でもよく聞いてみたらそんな大したことないよみたいな、はいはい、ってことよくあるんで、うん、なんかもうアイデアなんかもうどん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 使い捨てだと思って、うん、どんどん出していけばいいと思うんですよね。あ、それ面白いですよね。なんか最近の流れと逆というか、うん、なんかアイデアがこう大事みたいな、 そうですね、それを売るみたいな感じになってるじゃないですか、うん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 、むしろなんかその石って多分思いつくけどやんないのをやったっていうのがすごいなあ。でもそういうケース多いですね。なんかまあ、うちで他でやってるやつで顔面広告っていうのがあるんですけど、はい、それは何かっていうと、僕のアシスタントが、はい、顔面に広告を貼って、うん、横浜と六本木を往復するっていうサービスなんですけど1日1万円で出稿できる、誰でも広告を出せるんですよ、はいはいはい、アイデア的には昔からあった話だと思うんですよね、ネタ的に笑い話というか。確かに、でも僕埼玉ラッパーの宣伝の時にスタッフキャストがみんな看板を背負って、あ、サンドイッチマン的な、そうですで、はいはいはい、普通にそれが街じゃなくて電車を乗り換えて、はいろ、はい、んなところに行くっていうのをやったんですよね、別にそれ広告っていうか、ただポスター持って移動してますっていう、はいはいはい、たまに大きな駅だと怒られるんですけど、あ、怒られるんですね、どっかで合流するんですよ、はい、これバラバラに乗ってるんですけど、例えば名古屋駅で降りてみんなで列になっちゃうとか、あ、面白い、それにかなり近いですね、はいはいはい、だからなんかこう結局なんか俺何もできないとか俺何も持ってないとかって考えがちなんだけど、よくよく考えてみると顔だって広告枠で売れるし、はいはい、うん、なんかまあそうやって持ってるもん全部売ろうよみたいな、うん、売ろうよって言うとおかしいな、まあなんかお金に変えてその結局会社とか、はい、そういったものに依存しないような生き方をできるような選択肢を増やしましょうっていう、そういうとこ事故のないようにっていうか、まあ無事故で無事故の事ってことでしょ、ペース。面白いですね。なんか家入さんのそういう自由の発想がどっから出てきたのかって、まあ、ちょっとその本の内容にも触れつつ、はい、後半で、はい、もうちょっと深く伺っていきたいなと思います、はい、よろしくお願いします、はい。